ということで、サンタモニカにやってきました。すごいよね、街並みが可愛すぎてびっくりびっくりって感じ。はー、わかるかな、天気がめっちゃいい。日本と違うね、また、うん、ちょっと肌寒いけど、でも全然スウェット1枚とかぐらいで過ごせれるので、ちょうどいいぐらいで。とりあえず、あの有名な、なんだっけ、あの、あそこに行きます。有名なとこに行こうかな。レッツゴー。そうそうそう、うわ、波強っ。こっち見て、やばいね。めっちゃ綺麗。すごいよ。やばいね。めっちゃすごいね。海がすごい。最高やね。今から軽くご飯食べよう。ご飯食べてベニスビーチ行こう。ベニスビーチも行きたいし、そのなんだっけ、私が行きたいって思ってるお店があるけん、うん、そこに行く。行きますか。なんかもうさ、テンションがね、おかしくなった。おかしくなるね。すごすぎて。で、2月だよ、これ。すごない？すごない？写真撮ろうぜ。いいよ、はい。はい、OK です。やっほー、こちゃん、こちゃん、怖いんやけど。ご飯食べ行くよ。何か？うん、なんでもない。はい、とりあえず軽食食べます。なんかね、食べ歩きしたいからレストランとかには入らずに、ちょっといろいろとなんかご飯を食べようかってことで、なんかとりあえず今見つけたところで、はい、食べます。この、なんだろうな、サンドイッチ、なんかあのさ、スタバにあるサラダラップみたいな感じじゃない？のハムエッグチーズみたいです。これがだいたい900ドルぐらい。900ドルはやばい。9ドルぐらいです。これがこれ1つかなと思ったけど2つだった。いただきます。ねえ、なんかめっちゃ落ちよっちゃうけど。え？こぼれる、こぼれる、こぼれる。あ、じゃあ挟まないけんのか。食べます。見して画面。遠い。まあいいや、行こう。
今軽く食べ終わったので、次はちょっと行きたかったドーナツ屋さんに行っております。この辺なはずやけどな。あれやな、あれか、ありました、着きました。すごいね、人が多い。ドーナツ。キナ、キナになってる。キナじゃない、キナになってる。何頼んだんですか。私はシナモン。伝わる？美味しそう。あなたが？海外必須ないけんね、おしぼりが。まあね、いただきます。食べるよ。うん、美味しい。うわ、うわ。このシナモンいただいて、今ちょっと移動してベニスビーチの方にやってきました。すごいね、こっちもまたかなり綺麗ですね。めっちゃ走ってきた人からすごいね、伝わるかな。もうね、一面が砂浜で、自転車乗るの絶対楽しいやん、これ。絶対気持ちいいやん。ヘイヘイヘイハイそれ違う。キナって言われたね。めっちゃ綺麗。ベニスビーチからまたウーバーを使ってジェネラルストアっていうところにやってきました。ちょっとね、ずっと行きたかった店なんですよ、ここは。調べてね、そうで、可愛い雑貨とかお洋服とかもあるみたいなんですけど、なんかちょっとそこでいろいろお買い物軽くしたいなと思います。今の時刻が5時になるんですけど、明るいのは明るいね。でちょっと冷えてくるかな、2月ぐらいって感じです。とりあえず行きます。Ha ha ha!